チャラリンコクッキング。はい、チャラリンコ。はい、今回はね、今旬のしめじと、シシトウですね。これシシトウがね、肉厚で柔らかそうで、美味しそうだったんで買ってきました。で、今回は、しめじとシシトウ、シシトウしめじですね。やみつきシシトウしめじ、作り置き常備菜、コンビ足しを作ります。簡単で、もうすぐできます。で、すごく美味しいです。ぜひね、作ってみてください。最高です。で、材料は、これしめじが1パック、180g ありました。まあ、この石突き取って使うんで 150g ぐらいですね。で、ししとうがこれ 80g あります。で、生姜、これ 10g。これはすりおろしてタレで使います。はい、じゃあ作っていきましょう。で、まずこのししとうもね、洗ってあります。ししとうのこのヘタのとこ、これ取っちゃいます。ヘタを取っちゃう。はい、したら、ししとうこれちょっと大きいんで、ここに一箇所ちょんと包丁入れます。で、こっちにもね、ここもちょっと硬いんで、両方一箇所ちょんちょんとね、包丁入れてやります。これやることによって、まあ、時短になりますよね。で、味が早く染みて美味しいです。破裂をね、抑えるっていう役目があります。はい、OK。ちょっと小房にして、石突きを取ると、やりやすいです。ばらけやすいっていうかね。こうやって石突きを取って、あとはもう、パラパラほぐしていく。こんな感じです。はい。はい、じゃあね、コンビ足しの、タレをね、作っていきます。はい、まずこれ、味ぽんです。水缶のね、味ぽん。ポン酢醤油ですね。これを大さじ4、ちょっとコクを出すために、みりんを大さじ1杯、醤油これね、大さじで半分ぐらい、大さじ2分の1、小さじ2杯ですね。はい、で生姜 10g、 おろし生姜です。はい、はい、もうタレこれだけ。はい、したらこいつを混ぜていきます。はい、これだけです。簡単です。はい、じゃあね、今回はもうほんとね、もう簡単に焼くだけレシピです。はい、フライパンでいいです。フライパンをね、温めます。ごま油を、フライパンになじませます。大さじ1弱ぐらいです。はい、したら、ししとうから入れておこう。ししとう換気扇つけます。弱火で両面ね、焼き色がつく感じに焼いていきましょう。はい、でいいね、もうすぐだね。はい、もうしめじも入れていきましょう。焼いていきます。で、これ蓋しないで焼いていきます。蓋するとちょっとくたってなっちゃうんで、蒸し焼きにするとなんかこう水っぽくなっちゃうんですよね。あ、理想はこんな感じですね。しめじに焼き色をつけて焼くっていう感じです。炒めじゃないんで、こんな感じです。わー、いい香り。結構ね、焼いたキノコとかシシトウって美味しいんですよ。茹でたりするより。あー、いいですね。しめじにちょっと焼き色がつくぐらいの感じでね、両面焼いていきます。全体的に焼き目をつけてやります。はい。先ほどのね、このタレ、これは、取り出してからつけるんじゃなくて、
ここでね、入れちゃいます。で、とにかくさせてください。この、本だれを、一回サッとね、沸かしてやります。そうすると、みりんのアルコールも飛んで、味が早く染みて美味しいです。サッと入れて。はい、もうこれで完成。これ、タレ入れて、あまりこう、煮詰めすぎちゃうと、濁ったり、ちょっと味が変わっちゃうので、もうほんとサッとです。これでめちゃくちゃ美味しいんです。もうそのまますぐ食べれます。そのまま出来たてを、いただいてもいいですし、少しね、冷まして食べると味が染みて、美味しいです。作り置きは、これ、余熱が取れたら蓋して、冷蔵庫に入れて、庫内温度5度の冷蔵庫で約1週間保存効きます。はい、ぜひね、おつまみに。あると便利な作り置き副菜常備菜シリーズですね。はい、健康でダイエットにもいいです、ね、お弁当のおかずにちょっと添えてください。おつまみに最高です。はい、こんな感じです。はい、じゃあちょっとね、冷蔵庫でこれ3時間ぐらいですね、3時間ぐらいこれタッパーに入れて、冷やして漬けた、やみつきししとうしめじのポン浸しでございます。汁ちょっと入れます。はい、もうこれです。僕のね、もう自信のレシピです、これ。はい、じゃあこんな感じでね、やみつきししとうしめじのポン浸し完成です。うほ、うまそう。ししとうとしめじ、それではいただいてみましょう。はい、チャラリンコトッシー隊長です。はい、それじゃあね、早速やみつきしめじししとういただいてみます。うん、これね、めちゃんこウルトラスーパーおいしい。このタレがやばいっすね。で、このしめじのね、食感もいい。ししとうとしめじの旨味が、ちょっと焼き浸しとかやると、ししとうの焼き浸しでこう焼いた後に氷水とかあって皮むくじゃないですか。まあ、あれもあれで美味しいんだけど、直接やってるからししとうの味が濃いんですよ。で、このしめじのね、食感もいいし、旨味が濃いです。うん、お酒飲みたくなるね。お酒のおつまみはもちろん、ご飯にも合いそう。うん、だからお弁当とかね、もう入れていただいても、もう最高にね、美味しいです。最高、やっちまった。はい、もう今日はね、簡単おつまみ、簡単作り置き常備菜、やみつきしめじししとうね、どちらもね、今美味しいね、季節なので、ぜひね、皆さんも作り置き常備菜で作ってみてください。チャラリンコじゃんけん、はい、さあいくよ。チャラリンコじゃんけん、チャラリンコ。はい、今回はね、ラブ&ピースでーす。はい、世界に平和を。それでは、また見てねー。チャンネル登録よろしくね。しめじがいいな。うん。ポン酢でさっぱり。でも、しっかりコクも出て美味しい。みりん入れたからコクが出てますね。ポン酢だけでちょっと物足んないのを、みりんと醤油ちょっとで補って最高、神バランス。これ皆さんやってほしいな。うん、また見てね。最高。